村上貴城から1938年9月17日は、日本の廃人、司法大書人。本名は、村上宗太郎。鳥取藩士、小原平野真の長男として、江戸小石川に生まれるが、8歳の時、群馬県高崎市に移り住み、11歳の時に、母方の村上家の村上玄衛の養子となり、村上姓を名乗る。明治17年に、東京へ行き、 軍人を志したが、自質のために断念し、明治法律学校で法学を学びながら、司法大書人となった。父の勤務先である、高崎裁判所司法大書人となる。以後、記場は亡くなるまでの一生を、高崎で過ごした。その傍らで俳句をたしなみ、広島市の大本営にいた、正岡規に教えを乞い、また幾度となく、ほととぎすに、俳句の投章を行っていた。 四季の死後、彼は、ホトトギス主催である、高浜巨子から句を見てもらうことになるが、高崎での俳句会で巨子の水盤を受ける。それが契機となって1913年から、ホトトギスの同人活動を始め、1918年に、自身の作品が入選。以後は、司法大書人の傍ら、俳人、また選者としても敏腕を振るうことになった。 八人の娘と二人の息子をもうけ子だからに恵まれたが生活は絶えず困窮していたという。しかしながら人脈は深く、五十一歳の時に代所人を解雇された時には、巨子門下の弁護人を立てて復職を遂げている。1938年、遺願のため高崎市の自宅で死去。七十四歳没。改名は、聖評院常日巻城孤児。 母書は、高崎の竜博氏自らも不遇な環境に置かれていたため、困窮した生活や、人生の定年、弱者や病気への苦しみなど、独特の倫理観であれみ、悲しみを歌った句が多いのが特色である。また、本人も耳が不自由だったためか、身体障害者に対する感情を歌ったものが多く、泡の生保など影響を受けた俳人も多い。また、ザウの名が 心願ならぬ、神事であったことから、今日では、神事の読み人と呼ばれる。など、動物や自然に対するを読んだ歌が多い。岩井博史、作家の臨終、母比辞典323ページ。ありがとうございます。